絹浦湾は愛知県にある湾。三河湾の北西部である下湾の北側を指す。別名は池保、池保湾、衣ロケ湾など、絹浦港の港湾区域に指定されている。大日本帝国陸軍陸地測量部や壁海軍役所が発行する地図では、基本的に池保と表記されてきた。しかし、1899年に、 下郡竹豊町の竹豊港が開港した頃には、池湾と大正末期から昭和初期には、木浦湾と1935年頃からは、池保湾と表記されることも多くなった。1957年、下郡三浜町のふっと川の川口から東に引いた、線路北側が木浦港の港湾区域に指定され、木浦湾という呼び方が加わった。 剣頭主命の衣説、山和武の武将である伊達島主命は、駿河国の海で溺れ死に、剣頭主命がまとっていた衣がこの地に漂着した。衣の君水人天皇の第十二王子である落別主は、衣の君として、衣を治めていた。衣に近い、この地を、衣家保と呼んでいたが、いつしか衣家保に変わった。崎、佐久島、 西尾市市敷町幾田花を結ぶ線と、北半島及び西三河の海岸で囲まれた範囲を、北湾と呼ぶ。北湾は、周囲約70キロメートル、面積約57平方キロメートルである。この北湾北部を、木浦湾と呼ぶ。湾内の潮位の平均看板差は、大潮で1.8メートル、小潮で0.7メートルである。 歴代最高潮位は1959年9月の伊勢湾台風の際の高潮であり、平均水面により約3.5メートル高かった。しかし、外洋性のうねぎの影響は比較的小さい。ありがとうございます。